おはようございます。えー、今日の話は「なぜか感じがいい人のかわいい言い方」という山崎匠さんの本の中から誘ってていいいただけて嬉しいという話です。忙しくて時間が取れない時や気乗りのしない時もあるかもしれません。でもパーティーイベント飲み会などのお誘いを受けた時は僕はできるだけ参加するようにしています。誘われるとということはそこはそに 自分にとって有益な縁とヒントが隠されているかもしれないと思うからです行こうかどうしようか迷ったら行くべきですそれもそれでも事情によってどうしても参加できない時もありますそんな時はどんなふうにお断りすれば相手に感じよく伝わるのでしょうか中にはいけない理由を一生懸命説明しようとする人がいます相手に対する申し訳ない気持ちがそうさせるんだと思いますがこれはきっと逆効果でしょう あなたの予定よりもこちらの予定の方が私にとって価値が上だという考えを強調するだけだからです。それよりも一生懸命伝えるべきはいけなくて残念な気持ちなのです。行けなかったのに行きたかったのに残念です。ああすごく悔しいな。なんでよりによって日程がかぶっちゃってんだろう。次があったら絶対誘ってくださいという具合に断る残念さを伝えることによってむしろ関係が良くなったら最高ですね。 残念ですという気持ちを伝える以上に誘っていただけて嬉しいという気持ちをお伝えしたいものです。えー、僕ももちろんお誘いを断られることがありますがただ皆さんお忙しくされているので,で断られても特に気にすることではありませんがしかし昔こんな素敵な気配りをしてくれた方がいてめちゃくちゃ感動したことがあります。パーティー会場に行ってみるとワインが届いています。これはと尋ねると先ほど男性の方が来られてこれを山崎さんに渡してほしいとスタッフさん。 そのワインには手紙も添えられていました。山崎さんからのお誘いをいただいて嬉しかったです。スケジュールが合わず、ワインだけお届けに参りました。この心遣いに僕はとても感動しました。それ以来、僕も断るごとに誘ってくれたお礼の代わりに、ワインやお花を届けるようにしています。パーティーに限らず、講演会やイベント等々に誘ったとき、ああ、その先生知ってる。 聞いたことがあるとか前にそれ言ったことがあるなどと言って断る人がいますもしそう言われたらあなたの誘ってくれた講演会の講師なんかとっくに知ってるあなたなんか大したことがないという気持ちが相手に伝わり相手の気持ちを冷やすだけだということなんですねそしてそういう人は二度と誘われなくなります頼まれやすい顔をしている人がいます それはどういう人かというと頼んだ時いつもニコニコして明るくて機嫌のいい人ですねそして気持ちよく「はい分かりました」という方です。反対に頼まれにくい人というのはいつも不機嫌で怒りっぽくて暗い人ですすすここれれれは誘わわやすい人と全く同じじなんででねじゃあ今日はこれで終わります。